綺麗。センスゴルフグリップ、重りが3種類あって、利き手のここら辺に重りをセットします。はい、フェイス面が向いてるところが分かりやすい。このグリップだけでこのパターの重心とかね、感覚を変えられる、すごいおすすめ。センスグリップス .jp 皆さんチェックしてみてください。はい、87ヤードパー3です。またパー3ですね。ピッチングで打ってきます。うん。惜しい。ちょっとこぼれちゃった。いいね、うん。でもナイスショット。ナイスです。はい、ありがとうございます。ボギーです。ではコメント読みを、コメント返しをしていきたいと思います。2月1日公開の七重さんフェアウェイキープ率半端ないけどドライバー何使ってるのっていう動画ですね。はい、しんいちさんありがとうございます。恒例山ちゃん罰ゲーム、どんな罰ゲームか楽しみ、でもバーディーも取ってほしいかなというコメントいただきました。恒例、あの時ずっと罰ゲーム罰ゲーム言ってたから、そっかそっか、そう、あの時はもうそう恒例化してましたね。そうですね、山ちゃんとも罰ゲームとかいろいろ楽しい企画とか考えてきてくれるので、皆さん楽しんでいただけると嬉しいですね。山ちゃん、はい、はい、次がポールさん、13番ナイスパーでした、グッド。それにしてもドライバー取りで笑った、泣きみたいなありがとうございます。ちょっと絵文字の表現難しかった。13番ナイスパーありがとうございます。ドライバー取り、取りなんかあったっけ、取りなんだろう、なんだろう、なんか鳥がいたのか、ちょっと私も見返してみようと思います。なんだろうな、ごめんなさい、ちょっとコメント返しがうまくできなかった。はい、コメントありがとうございます。次がひろきさんですね。とんでもショットを使わせていただきます。山ちゃん S だから可愛い罰ゲームでありますようにというコメントいただきました、ありがとうございますそうですね、私よくとんでもショットまだまだしちゃうのででもね、今日はね、とんでもショットないよね、うん、なんかすごい安定してて、そう、なんかボギーもさ、なんかもう必死こいてるっていうよりもしょうがないやみたいな感じのボギーだから、うん、そう、ちょっといいと思います。ちょっと皆さんの成長を見届けてもらえたら嬉しいなと思います、うん、でもなんかやっぱパーとかバーディー取ると、うん、ナイスパーとかってさ、さっきのコメントみたいに言ってくれるからめっちゃ嬉しいですね、うん、うん、撮ろう今日は。そうですね、もっと言ってもらえるように、うん、よし、モチベーション上がるな、可愛い罰ゲームになりますようにって多いな罰ゲームすごいみんなね気にしてくれてるリンさんがいつもナンバーワンって書いてくださってるんですけど、うん、またナイスって、おお、なんかちょっと嬉しいですね。嬉しいね、嬉しいね、ナンバーワンも嬉しいけど、うんうん、ナイスも嬉しい、うん、ありがとうございます。で、マキードさん、いつもコメントありがとうございます。ボール取りに来たのかしら、てんてんてん、あ、やっぱなんか鳥がボール取りに来たのか、なんだろうね、ちょっと後で見てみよう。そうですね、うん、ちょっと後で見てみます、どのシーンだ。はい、で今度はポンちゃん、腰を入れてドライバー打ったらそうなるわなとコメントいただきました、ありがとうございます。そうですね、腰先行しちゃうとやっぱスライスとかフェイス開いちゃうんですよね、うん、私多分そのことをご指摘くださってると思うんですけど、うん、そうですね、この前の動画でりのさんにそのフェイスの開閉のコツとかちょっと教えてもらったので、そこを意識しながら今日もちょっとラウンドしていきたいと思います。コメントありがとうございます。では、次が5番ホールですね、やっていきたいと思います。こっち側に立ちますね。
あー、そうだね。ここは右で正解だね。こっちですね、うん、はい、では5番ホール495ヤードパー5です。おお、いいね、いいね。よかったですね。ちょっと今ラッキーでした。コースなりと信じて。溺れてて難しいので、池もあるので、ユーティリティちょっと刻みたいと思います。うまい。おお、よかった。わ、上がってくれましたね。オッケーオッケー、よし、いいね。あー、いやーですね、だってこれ35体ね。そう、128か。狙いたいけど、ちょっとねバンカー池がなかなかプレッシャー感じますね。そうですよね、これはすごく難しいな。マリンプロ悩んでます。いや、悩みますね。花道狙うんだったら100ヤードですね。どうしましょう、どうしましょう。条件いいから、はい、打ってみれば。そうですね、これがちょっとこうさ、傾斜とか、はい、ラフとかだと、うん、ミスしやすくなっちゃうと思うけど、はい、ミスしづらそうだから。そうですね、うん、いける気がします。やってみよう。下がる分には大丈夫です。どめ。なかなか試練続いてます。うん。あ、なんかラッキーした。いいと思ったんだけどな。あ、うん、さらにこっから強くなってるのか。そうですね、もうちょっとこっちを狙わないといけなかった。うん、です。です。はい、ありがとうございます。ちょっと頑張ったホールだった。本当ですね。コンペの時は池越え狙いますか？めっちゃ花道狙います。チキンだから。今日実は全身キャロウェイなんですよ。全部キャロウェイさんです。下もキャロウェイだし、ベルトもキャロウェイだしですね。でなんか結構赤いパンツとか普段履かないんですけど、挑戦してみました。なんかここにも赤入ってるので、合わせてみました。ちょっとあったかさ重視の格好してます。はい、以上です。気を取り直してですね、6番ホール304ヤードパー4です。これはこれどっちですか？ちょっと確認しよう。なんか人いらっしゃる。いや、あれは作業の方だった。怖いな、それも。あ、右だ、右ドックですね、うん、右が OB ということで、左に向いて打ちたいな。うん、大丈夫ですね、よかった。
なんかいいとこに落ちてそうじゃないですか。うん、そのまま下に落ちた。大丈夫そう。よし。私100ヤードです。ピッチングで打ちます。うん。ナイスオンです。はい、ありがとうございます。なれば嬉しい。距離バッチリ、距離バッチリ、距離バッチリ。優しい、ね、結構登ってましたね。うん、うまい、惜しい。 OK です。